今当たった UR なんだけど、後ろにまた傷がついてんだよ。ふざけんじゃねえよ。前の時のセールと同じだよ。まあカメラで映してもちょっと映んないから分かんないんだけど、あと表の方のベジータの髪の毛のあたりがさーっとへこんでんだよね。バンダイ続けて2回目なんだよ、これが。ひでえ会社だなと思って。これやっぱり文句つけて対応してもらうべきなんだろうかね。どうなんだろうかね。皆さんどう思われます？まあ皆さんのコメントいただければと思います。以上です。